こんにちは、ビールです。俺たちは浜松をメインに活動しているバンドです。僕たちビーフリードの主催ライブが決まりました。イエーイ、おめでとうございます。ありがとう日本、ありがとう日本。長いよ。つまり今回のライブのタイトルは、夢の心にハートブレイクです。よっ、ありがとう。うえ、面白い。ライブの日程っていつなんですかね。そうですね、ライブは3月の8日に決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、みんな。開催場所はどこになるんですかね。開催場所は浜松窓枠の4階であります。あら、4階4階でございます。おしゃれね。ありがとうございます。おしゃんてぃ、おしゃんてぃ、おしゃんてぃ、おしゃんてぃ。どんなバンドが出演されるんですか。今回は僕たちを含め、6バンドが出るんですが、まず一つずつバンドを紹介していきたいと思います。一バンド目はイブニングロー。イブニングローはね、ギターの子がかっこいいよ。かっこいいですか。どんなふうに、どんなふうにかっこいいんですか。生田斗真系男子ですね。超イケメンじゃないですか、それは。うん、やる曲も聞いた話では自分たちの曲だけと、男前なバンドでございます。いいですね。じゃあ期待してます。女の子必見。2バンド目はトライアンフ。トライアンフさんは、はい、まあ、聞いた話なんですけど。聞いた話。はい。エレキバイオリンとか、ほう、キーボードとか、珍しい多彩な楽器を、そうですか、バンドに突っ込んだという。なるほど。これは聞き応えあり。100分に1件にしかずと、100分に1件にしかずと、100分、100件バンドに1回を見なきゃいけない。バンドに1件です。なるほど。3バンド目はカオスセルリです。カオスセルリさんはね、僕らまた知らないバンドなんですけど、今回初対バンですね。初対バンです。はい、初対バンであり、名前も知らないようなバンドなんですけど、はい、結構激しい系ということで、ですね、楽しみにしております。うまいと聞いてるんで期待したいですね。はい。4バンド目はキャシードールズです。キャシードールズね、はい、あの有名な殿方が揃った、はい、殿方、かわいいらしいバンドだと。殿方、ボーカルの子が女の子。女の子、うん、それだけ知ってるから。ありがとう。すごい楽しみです。ありがとう。期待してます。とにかくありがとう。よろしくお願いします。マジ5バンド目は釣り元チューンです。釣り元チューンね。はい。僕ね、はい、まあギターの子もベースの子も可愛いよ。あ、可愛いよ。そうですね、ドラマさておき可愛いんだけど、可愛いよ。さっきのあのメガネのスーパー、ベースの子の可愛いもいいと思う、うん、いいと思うよ、いいと思う、はい、好きだよ、モテるから。だけど僕はギターの子が好きだな。はい、どの辺がですか。どの辺、あのすごい天使な感じ。あ、そうですか。雰囲気、はあ、昔から対バンしてるバンドなんでね。そうだね、お世話になってますね。成長ぶりが見れるのを楽しみにしてます。もう北高のバンドなので、まあみんな知ってるんじゃないかな。そうだね、人気だからね。うん、おりまえ、よろしくお願いします。お願いします。以上、ビーフリーと含めこの6バンドでやるんで、よろしくお願いします。当日どんなイベントになりそうですか。そうですね、今回、まあ、ビーフリードっていう、まあ、バンド名も変えて、やっぱそのバンド全体の雰囲気的にですね、なんていうのかな、こういうの、ん、なんていうのかな、っていうのかな、まるで甘酸っぱい恋のようなそうですか。可愛い子もいれば、はい、かっこいい子もいる、はい、何かあるんじゃないかな。まあとにかく盛り上げて、まあ、みんなでこう、なんでしょう、盛り上がりまくって、もう頭破裂しちゃうぐらい盛り上がって、いろんな意味で盛り上がりましょう。もう盛り上がり、もうみんな頭はもう爆発して盛り上がりましょう。もう僕なんて盛り上がりっぱなしだと思います。もう僕も盛り上がりっぱなしで、もう頭いつも破裂します面白いですね。そうですね、そうですね、そんな感じですね。うん、いいぞ。はい、では当日は楽しく激しいライブに、僕たちビーフリードを含め6バンドで頑張るんで、
窓枠4階3月8日にぜひライブに来てください。以上、ビフリーズでした。イエーイ。